関西の振り返り配信です。生誕祭の DMM を振り返ります。こんばんは、皆さん今日もお疲れ様です。はい、ということで今日は5月19日に行われた聖司玲奈生誕祭の振り返り配信をしていきます。でも今日全部見るのではなく、今日は本編までとします。生誕祭自体が180分ぐらいあって結構長いので2日に分けちゃおうって思って、今日は本編で明日の19時からやります。またアンコール後は、アンコール後がめっちゃ見たいんだけど、それは明日のお楽しみということで。ありがとう、ハートにキスマーク、ラブレター、指ハート。なんかやるたびに初めて見るギフトがたくさん。見て、レッスン着だったのにこれのためだけに5分前ぐらいに服出したから、今日はこれは、はい、この配信のためだけに来ました。こんばんは、みんな、皆さん DMM の準備をよろしくお願いします。ちょっと時差でちょっと訪れとかあるかもしれないんですけど、気にせず行きましょう。本編だけだと1時間半ぐらいだったと思います。かわいい、今日もれいちゃん可愛くてメロ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 。ほっかっちゃって何？さっきね、夜ご飯でね、ほっかっちゃとグラタンを食べました。おしゃれ夕飯だったんだけど、ちょっとファンキーじゃない、なんて言うんだっけ、ファストフード、なんて言うんだっけ、ジャンキーな夕飯だったんだけど、レッスンがあって夜ご飯でそれが出たので、ちょっと夜ご飯はジャンクフードでジャンキーな感じでした。ホッカッチャというのはサイゼリアにある三角のパンと一緒です。ホッカッチャってなんだろう、三角のパンのことかな。そう、推しから一応スカートも履いている。めっちゃ可愛い、ありがとう。可愛いでしょ、これシーンです。シーン大活用、シーンです。シーンに見えますか、これ高見え、ティティ&コーみたいっていうブランドがあるんですけど、それそのブランドっぽい。髪色キープしてるかと思いきやね、全然ですよ、プリンなんです。そう、チャットで書いた話をすると、そのフォッカッチャが入ってて、グラタンとセットで、で持って帰ってトーストしたらより美味しく食べるなって思って、持って帰ってごま油じゃない、オリーブオイルを入れてちょっとかけてトーストしたら、オリーブオイルの味が染みて絶対美味しいなって思って、それがやりたくて持って帰ってきたの、レッスン場で食べずに。なのに帰ってすぐそれを始めたのね。で、ま、電気つけずに真っ暗な状態でお弁当を開いて、ほっかっちゃんをアルミニウムの上に置いて、それで暗い状態でこうちょっともうちゃんと見ずに持ってかけたら、それがなんとごま油だったんですよ、オリーブオイルではなく。そんなことある？でもね、全く同じなの、形と大きさが。ごま油って言ってみんなの想像してる多分瓶じゃなくて、オリーブオイルの、デカオリーブオイルのちょっとプラスチックでのキャップのやつと全く同じ形なの。ちょっと横
大きくてちょっと太った形の、やばくない？フォッカッチャにごま油かけてトーストした。もうかけた時にはもう結構かけちゃってたから、もう拭き取るのもな、ま、このさらにオリーブオイルかけるのもなって思って、そのままやってみちゃったんだけど、やってみたんだけど普通にいけた。揚げパン、なんかごま油風味の揚げパン、そうでも想像してたのと違う、違いすぎてオリーブオイルがかけたかったから、もうそのパンとグラタンを一緒に食べました。普通に美味しかったけど、オリーブオイルの方が美味しかった。絶対。ということで、じゃあ配信始めていきます。この髪色の外フェスでその髪色、この髪色です。もっと明るくしたいんだけど、なんかあんまならなかった。明後日に柏崎で柏崎風の陣のフェスが行われるんですけど、その前に美容室は行かないから、この髪色です。髪型迷い中、今の待機中、私もです。ちなみに今日は携帯で配信して、タブレットででっかい画面で DMM 見ます。タブレットの方が綺麗に見える。じゃあ早速もうつけますね。分数でさ、やったらみんなで合うかもしれないね。聞いてください。あ、そっか、前座があるから1時間半だったのか。じゃあ年なら前座から見ますか。じゃあ1分4秒で皆さんセッツしてください。で、せーの、のピタッです。用意してくださってる方は1分4秒でお願いします。それではつけたいと思います。 DMM 見れない方も音だけ楽しめるでください。よかったら 3,2,1 スタートできます。いきますよ、せーの、 3,2,1 スタート。聞いてください。僕が僕じゃなくなるよ、アンナ、アンナセンターです。ナギちゃん、トマちゃん、ジュナちゃん、サホちゃんです。この曲やりたい。ひなたの卒業公演とかワンチャンちょっと期待したけど、余裕で学生じゃないからっていうのもあるし、できなかった。もう次やるとき自分の卒業ぐらいかもしれない。好きなんだけどな、この曲。2期生みんな歌上手。そう、唯一の折り面だよ。え、次ちょっと特別イベントとかでやるときできないかな、センターで。絶対できない。やりたい。え、自分がさ、折り面最後のメンバーになるなんてさ、本当にこれっぽっちも想像してなかった。この大人になる前の選抜の中で、かわいい。ほな、子供。
みんな顔綺麗な顔してる。なんか大人っぽくない？みんな1、2個下とかぐらいに見えてる。めっちゃ下、今とか16歳アンナはレナ推しです。つぐ推し、最初つぐ推しって聞いてて、めっちゃつぐ推しなんだけど、でも入ってから私のことを好きになってくれたのかわからないけど、すっごい私のオタクしてくれてます。アンナの携帯に私のソロショットがいっぱいある。なんかみんな大人っぽい。え、なんかちゃんとユーナに似てる。ユーナに見えた一瞬。ありがとうございました。ありがとうございました。天使かな。ハムスターの擬人化かな。それカホが真似してたけど、アンナちゃんのそのセリフ私聞いたことないんだよ。そんなこと言われてたの裏で。かわいい、おもろい。コマ受付で話すとマジでノイピーに出てビビった。私もね、なんかたまに思うんだよね、ノイに似てるって。なんか笑った時とか喋り方とか落ち着いたノエって感じ。これ飛ばしたいけどさ、飛ばしたらみんなずれるから飛ばさないくていいか。今ランでスタンバイ中です。 NGT48! 緊張してますね。ランのファンの方ももしかしたら緊張してるかも。私の生誕祭で、初 NGT 劇場で近くで4期生パフォーマンス、4期生初めて見たけど頑張って頑張って。初 NGT 劇場嬉しすぎる。一旦楽しかったね。今からその楽しかった生誕祭をもう一度お送りします。お送りはしません。一緒に振り返り、髪型がさ、8年間やってきた中で1回もやったことない髪型に挑戦しました。髪の毛は私が全員の髪の毛決めました。なんかめっちゃチョイスが私らしくないですか、それぞれのメンバーの髪も。ちょっと動物多めになっちゃった。かわいい動物いっぱいいて、かわいい。一人ずつ説明したい、なんでそれにしたか。あ、このレイニャー、初レイニャーが聞こえて、コールが大きすぎてニヤついちゃって、普通にこの後クールな曲なのにニヤついてます。いい具合にニヤついてる。こんなずっと映ることさないからさ、ドキドキしちゃう。この日のための塩抜き効果、正直いつものレーニャーとよりもむくみ取れてるなって、効果出てるなって見てわかりますか。これ
見た目に効果そんな出ないよなって思ってたんだけど、私自分ですごいが出たと思ってる。見て DM 見た時にいつもより顔がスッキリしてるって思ったんだよね。私自分でやっぱりあったよねあったと思いたい。髪型も良かったのかもしれない。マジでずっと映ってる。10秒ぐらいずっと映ってるよ連続で。この日のためにさ、メイクもカラコンも髪型もいろんなのを試して研究してきたんだけど、髪型当日に急に変えるし。でも髪型大正解。これてる、映ってます。今映ってます。今まだ映ってます。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 はい、まだ映ってます。あ、また映ってます。あ、ずっと映ってます。すごくない生誕祭本当にスペシャルすぎる。ちょっと似合ってしました。塩分抜いて頑張った。え、ここまで映ってると思わなかった。ツッツッツ隙間から映してくれてた。僕の涙は流れない。ポールアリの生誕祭が6分ぶりって本当なんです。それがね、猫耳マリナやばくない？マジで可愛い。これ天才だと思う。これ考えた私。ストレートっていうのがまたいい。ストレートは自分で決めてたけど。ユーナのおろしも個人的にめっちゃ好きなんですよ。マリニャーです。いや、コールアリの生誕祭6年ぶりってやばいな。すごい。去年ギリギリコールできなかったんだ。4月やった。え、なんかさ、本当に嬉しい。効果出てる。全然達成。夢も卒業公演前、遠慮カットしてめっちゃ可愛かった。てか、劇場電子カメラ欲しい。メンバーそれぞれの電子カメラってめっちゃ可愛い。あ、ここはもう映ってる気で顔作ってた。絶対にこれは私を追っているなの顔してても、見合わさしてるのか。ちょっと気合入ってたな。ちょっとね、背中だけでも映してくれる。確かにさっき背中だけで2秒3秒ぐらい映ってた。なかなかない背中映すって。こんだけいてスイッチしても映ってるんだよな。カメラワーク天才すぎる。はい、猫かわいい。やっぱりかわいい。かわいすぎてマリナに LINE しちゃった。 DM 見たカフェ
方のね、三つ編みたらしもね、髪明るいから三つ編み絶対入ると思ったんだけど、その通りだった。ひのちゃんの髪は本当に可愛い。ひのちゃんいつも真面目で、実際も真面目で、見た目もう金髪なのに、ひのちゃんって金髪なのにめっちゃ真面目なんですよ。はい、マリナ可愛い。そう、この前話せたの、ひのちゃんってなんで金髪なのにチャラくないんだろうって。金髪イコールチャラいってイメージがあるわけじゃないけど、あまりにもチャラくなすぎて、金髪なのにちょっと口論したんですよね、メイクさんって。確かにみたいな。だからどうやっても真面目な人に見えるんです。だから髪型でちょっとバカにしてみました。ちょっとアホっぽい髪型にしてみました。ひのちゃんをどうにか、どうにかちょっと真面目じゃなく見せたかった。もう私のさ、髪明るいのってやっぱちょっとギャル感出るんだよ。何の、そうだよ、普段のキャラかも。あ、ニャニャポーズしてる萌が後ろで、かわいい。めっちゃ楽しそうな顔をつくる。ナナチのツイン、ナナチのツイン私好き。幼い髪させたかった。この曲コール分かった、分かったよ。え、レイニアコール以外に何かあったんですか。心に太陽大好き、これもオリメン。でも私とマリナか、一期生3人いたらそうなるよ。太陽レイニャ、ちょっと待って、なんかでもいつもと違うな、踊ってる時に気づいた。でも超絶可愛いレイニャにだと思ってた普通に。え、すごい鳥肌立った、今知りました。全然なんか違うなと思ってた。え、すごい、ちょっとあとでもう一回聞く。戻したいけど今戻したらみんなのが狂っちゃうから。で、その後も気づいた、マシの顔かわいい。え、待って、マジでもう一回見たい、戻したい。あとで絶対戻す。なんかさ、DMM 見たらさ、めっちゃいろんなメンバーがさ、ニャニャポーズしてくれてるんだけどさ、自分、当の本人が一番ニャニャポーズしてないんで。せーの。みんな髪型それぞれ、ニャニャポーズありがとうございます。ニャニャポーズメンバー内ですごいファンの方でもよくあるんですけど、裏ニャニャに間違えてる人めっちゃ多いんですよね。まあ、どちらもいいですからね。本当こちら、え、この希望に DMM にありました。 DMM で見てた人気づいた。
の日ノーズシャドウうまくいったわ。あ、これこれ大好き。カホがこれ急にやってくれたの。リハーサルでもう全然知らなかったんだけど、しかもめっちゃいい。フェードアウトしていく。しかもカホが自分のタブツアーでこうなってるところがまた良くて、めっちゃイケメン自分の顔を隠してまでこうやってくれるカホがめっちゃイケメンだったっていうのに。メーカホポイントなんですよ、ここから最後。みんなの対応レンガやばい、嬉しい、ありがとう。嬉しい。ここでこんなレンガコール聞こえることあんまりないから嬉しい。ミュウのね、髪もね、ちょっと珍しい髪楽しくてね、あ、ミュウさんの下、レイナがよく、私がよくやってる。あの別の振り付けマジで大好き。ちょっと、ね、私の声さ、え、マイク大きくなってない？生誕の主役の人ってマイク大きいっけ？え、はずいはずい。めっちゃ私の声聞こえて、え、はずい。しかもなんかちょっと普通になんかうるさい。綺麗じゃなかった恥ずかしい。なんで？え、いつもそう？そんなことないよね。生誕仕様のマイクの音量。ミハの犬もマジかわいい。ルアの玉、あのミッキー、ネズミ、クマ、ルアマジでかわいい。ここのカホとマリナやばい。プロ、ニャニャポーズ入れるプロ。かわいい。あと斜めついてる、かわいい。一時期めっちゃついてる嫌だって言ってたんだけどね、めっちゃ似合うよ。近すぎたね、好き。近すぎたねーに行く振りが好き。え、絶対レーダーのマイク大きくなってる、はずい。え、でもそんなわけないよな。私の声がこの日でかかったのかも。頑張りすぎちゃったかもいつもそう。嘘でしょ。ちょっと控えるわ。ちゃんと聞かないかも。言うとき小さい音で聞いちゃうかも。やばい、来る。絶対嘘。まだこれは嘘。いつもこれは嘘でしょ。だってここだけだのもおかしいか。サビは馴染んでるもんね。だとしたら、皆さんこんばんは、 NCT48 です。さあ始まりました、NCT48 劇場思い出最高へ。ちょっと待って。じゃあだとしたらちょっと
初めに言ってほしかった。ちょっとうるさいよって。私があそこをめっちゃ頑張って歌ってるのはいつもなんだけど、こんな浮いてると思わなかった。いつも主役なんだ。じゃあ毎回生誕祭気分だったな。のれつなきゃ。ちょっとおかしいな。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。なんかすごいここのさ歌をさ褒められることが多いからさ、メンバーとかにも。あのレイニアコール、一番最初のレイニアコールめっちゃ自分うまく歌いたいと思ってたけど、聞いたらそうでもなかった。のが伝わってきて、もそれがすごく嬉しくて、あの緊張も少ししてたんですけど、もう皆さんの熱いコールのおかげでね、もう緊張吹き飛んだので、この調子であのたくさん声枯らすぐらいレイニアコールしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイ。私が噛んでるのは、はい、皆さんレイちゃんに大きな愛届ける準備できてますか？いつもレイには主役やばい。すごいやる気の人がやる気ある。ありがとう。はい、じゃあ今日は私たち一緒に最高に盛り上げていきましょう。MC どうしますか？ありがとうございます。それでは私たちの自己紹介をさせてください。ゆうなからどうぞ。はい、レイナさんを見て。レイナさんを知って。いたー。信じられない。確かに心に太陽戻りたいかもしれない。本日先輩の生誕祭に出るのが初めてなんです。一回心に太陽戻して。それってどういう意味？ちょっと待って、うるさくない？私音外してとかじゃないけどさ、みんな私に遠慮してここだけ小さくしてる。逆にみんな私に遠慮してんの？そういうことか。みんな裏声だけど私だけ地声だから。次もうちょっと綺麗にやります。26日スイスイの生誕祭でこれ絶対できないわ。でミハルの生誕祭でもやってたってこと？だってレイニアのソロでしょ。やばい、レイニアのソロぐらいやばい。え、焦る。生誕祭の前に気づけとけばよかった。え、ルア可愛い。やっぱこの髪世界。あ、飛んじゃった、間違えた。え、ここタイめっちゃ後やん。間違えちゃった、間違えちゃった。あ、来た来た。よく聞いてください。めっちゃみんなの太陽。嬉しい。みんなの太陽、レイニャン、やば。やばい。あ、マシね。マシの顔。歌ってたら気づかない。本当だ。誰かとアイコンタクト取ろうとしてるけど誰もとも目合ってない。かわいい。近くかレイナのこと見てんの。なのに私が無視してるんだ。全然気づいてなくて。あ、でもちょっと離れてた。え、嬉しい。あ、ちょっとここだけ自己紹介飛ばそうと思うんですけど、これだけ見たい。ルアの皆さんも盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。すごい、ありがとうみんな。
とここかわいいルアのかわいい自己紹介、はい、ふむ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 レンナさんはあっちに行ったのでかわいいこれマジかわいかった裏で着替えてながらこうやってめっちゃかわいいと思ってあっちに行ったまであれしかけど帰って DMM の絶対見たいその通りだったねあっちに行ってしまったので3回ぐらい見た、はい、じゃあ今日はレンナさんと皆さんにたくさんのラスマイルをお届けします新潟県出身かわいいこれさ事前に考えてたって思ってそれがかわいくないその場で考えた感じじゃないじゃんこれでそれが可愛いルアー絶対事前にこれ考えてる、はい、私もレンナさんセレクトでこの髪型をしていただきましたルアー最近本当になんか可愛いんだよ、はい、レンナさんに幼い髪型っていう風にあのオーダーをいただいてこれになったんですけど、はい、私はあのレンナさん の, かわいいあのパフォーマンスが本当に本当に大好きでもうレンナさん の, あの振り V 動画とかを見てあの振り入れを解くとかした時もあったのでそのレーナさんのようなキレキレなパフォーマンスをするとともに幼いかわいいじゃあ出してくれるように頑張れ頑張ります本日はよろしくお願いしますイエーありがとうございますひのちゃんの髪ねこれね立つ竜みたいな本当はカホの髪型を見てひのちゃんもバカになってほしいって言ってやってもらうと思ったんだけど短くて難しかったみたいでメイクさんがいろいろ試行錯誤してこの横のちっちゃいハットにしてくれたんだけどめっちゃ可愛い今度やりたい経歴で言うと本当あ所存でございますね今日はちょっと萌ちゃんの髪もゆるい巻きが好きでなんかアレンジ加えたいなってなって私が初期にやってたここを三つ編み垂らすっていう髪型この髪型萌えめっちゃ似合ってない絶対この日からハマってると思う知らないけどそれぐらいめっちゃ似合ってるそう決心れんちゃんにいや泣きべそせっかくだから見ようじゃあ39分7秒秒から一緒にお願いします泣きべそは自分の曲だから見て泣きべそ蒸発後でだけ見ようと思いますニット あごめんスタートしちゃったスタートしちゃった7秒ね39分7秒いきます3321321321はいで紛らわしいもうつけちゃった人すいません321はいなんかさっきと違う気がするせーのはいだったんですよなんか誰か言ってたこれ衣装かわいい私も泣きべそやりたいんだよね泣きべそのポジションあっち走ってたらやっぱりどこかその先に行き止まりがあるのか山があっても乗り越えて川なら泳いで渡って深い森さえ躊躇せずに方向変えないまま一度でも決めたことは何があっても諦めたくないんだつまらない自分だよやりたいですね夢の卒業コンで一回やっただけそれやりたいんですけどなかなかそうもいかないいつか絶対やるので楽しみにしててください。だけど本当はこっちでもどこでも構わなかったんだ。自分の決心ぶれてないと確かめたかっただけ。この紫の衣装も可愛い。
この紫と白の衣装レーナー絶対似合う自分で。だって紫と白だもん。ゆめちゃん水曜日に泣きそうだから、ゆめちゃん泣きそうだから痛いよね。見えない壁はないんだよ、好きなようにはみ出そう、泣いても自由がいい。3、4、5、6、7、8、9、10、パッ。目が大きいからさ、可愛い。おろし好き。デコボココンビ来ました。マジでデコボコだよ。え、ミユのねこの髪はね。レナっぽくしたかった。ユニット一緒だし。かわいい。なんかメンバーの髪型全体的にハッピーな感じになっちゃった。あ、そう。ピンクピンクのサイリウムめっちゃ可愛かった。衣装合わせですよねきっと。発売された時からいつか
衣装着たいって思ってたんです。でもあんまり披露することないし難しいかなと思ってたら、まさかの公演であまりいっぱい声でアッペが入ってユニットメンバー後でに聖司後で聖司後で聖司後で聖司って願ってたら本当に聖司って呼ばれて本当に嬉しかった。でそうこのヘリップの色も違うの借りたメイクさんに全部いつもと違うもの使ってる。じゃあちょっと失礼します。何分までか飛ばします。あ、来た。皆さんちょっと待ってください。カホー美術マジで大好き。カホの顔好き。じゃあ50分57秒でお願いします。5057でいいですか。321はい、せーの、はい、321でいきます。50分57秒です。いいですか。それではいきます。3、2、1、猫かわいい。ひのちゃんは竜です。ひのちゃんも何かしらの動物、私だけですこの中で人間やっぱこの日顔違う。風が吹いてたが揺れて日差しの滝が青い天空から音もなく落ちてくる。意識だけが動いて旅が始まる。いい声。丘の上で両手広げ一気に走り、ここで第一蹴って止めるまで繰り返す。夢はやがていつしか知らず知らず覚めてく。せめて願い叶えて鳥になりたい。私マイク声よくせめっちゃあるよね。私やめられない。生とゲームの全然違うと思う。この組み合わせが一番多い。そうだね、確かにそうかも。まあ、H そうだよね、この3人が多いかもしれない。ひのちゃん、マリナ、そうだね、サーヤ、マナーもいたけど、授業さまに学校から逃げてきた午後、草の上で染めにそっとまぶたを閉じた。手足をまたまたして空をすいすい泳ぐ。夢を見ているなんて誰も知らない。さっきまで泣いてた、そのわけも忘れそう。ちっぽけな自分が地球の片隅で大好き。人生の無駄にできない。
こう少しのこう私のアップかなって思ったけど違った。アップで撮るときはあれですけど、あのショットです。推しカメラ最高だね。推しカメラではないのよ。でもめっちゃ映してくれて、推しカメラ並みに頭が上に嬉しい。じゃあやっぱこの髪の色は可愛い。壁じゃこれにした方がいいと思う。ミユのさ、アキカめっちゃ声低くてさ、低い声さ、いつもの声とのギャップめっちゃすごい。すごいよね。めっちゃかっこいい。そう、紫白のサイリウムもたくさんありがとうございます。レニア推し以外の方も、ね、結構いたと思うんですけど、みんな揃えて紫白ね来てくれて嬉しかった。あそこ聞いてたい。あの素敵なことセリフだけ聞きたい。3人でなんかウィンクしてた。この衣装着たい。猫かわいい。え、待って、これ全員動物。これ歌って踊れるレイちゃん大好き。レイちゃんスケボーかっこいい。レイちゃんの全部が大好きだよ。お誕生日おめでとう。かわいい。死ぬなうちに引き寄せられ、盛り上がってますか？イエーイ。ここの MC めっちゃいいこと話してくれてた。いいですね、本当に私たちもステージに立ててもレイちゃんへの愛がねすごい伝わってきて盛り上がってていいなって思ってるんですけど、今回のこの今の MC ではですね、もう確かに、はい、レイちゃんの尊敬するところをでも制覇するのか、話していきたいと思います。本当たくさんあると思うんですけど、いっぱいあるね。いや、 やりたいくて、ね、やれるわけじゃないんですよ、ポジションも、うん、まあ、そのパフォーマンス力とかはね、もうずっともう皆さんもね、あの素敵なことは知ってると思うんですけども、私は文章力が素敵だなと思ってて、その読売新聞さんで連載しているスケボーのあの連載を読んですごく素敵な文章を書かれているなと思ったし、すごく共感することが多かったり、あとセキララに書いてたりとかして、すごい素敵だなと思っていて、この連載がすごくすごく大好きですし、あと昨日のミハルのお手紙もうすごいね素敵な文章で、めちゃめちゃもううるうるになって、だからあの文才力がすごく尊敬しています、ね、一人でじっくり聞いちゃった、うん、てかこの3人の MC めっちゃ嬉しかった。ちゃんと、はい、ちゃんといいこと話してくれる3人だから、ね、期待大だった。なんだろう、生き方みたいな、後で見るの楽しみって思ってた。まあなんだろう、人間誰しも褒められるとついつい謙遜してしまうじゃないですか。ここはまだ裏にいるから、アイドルやってんだからそれ可愛いの当たり前なんですよ、みんな。でも可愛いねって言われると、いやそんなことないっていう子がほとんどなのが、レイナさんって可愛いねって言ったら、ありがとうって、すごい嬉しい。本当に何だろうな、歯に気抜きせぬというか、なんか帰りも行ってほしかった。すごいシンプルに、うん、MC だけ来てほしかった。喜んでくれるんですよ。だし、なんかこうその卑屈感がないとか、この喜んでくれる、素直に可愛いっていうのに喜んでくれるって話してるじゃないですか。この当日楽屋で思うことがあって、鏡越しにひのちゃんが後ろにいて、鏡に向かって、わかるわかる、可愛い、全くない、嫌な
って全くしないところがレイナさんもすごくなんか私に向けて可愛いって言ってくれたのかなって、だから鏡越しに目あったから可愛いって私に言ってくれたと思うじゃないですか。え、嬉しい、ありがとうって言ったんですけど、その2秒後ぐらいになんか気づいて、私に可愛いって言ったんじゃなくて自分の髪型見て、このハートの髪型が意外と可愛いって意味で自分に向かって可愛いって言ったらしくて、それ私がすっごい反応して、え、ありがとう、嬉しい。それこそその連載で明日の私が可愛い、めっちゃ恥ずかった、可愛くなるように頑張ってるっていうのを、そういうところだと思います。素直に全部受け入れちゃうがゆえに、いいよね、自分のことじゃないのに自覚してるそれにいやらしさ全く感じないですよ。でもね、自分で気づいちゃったから恥ずかった、私は本当に研究生時代から一緒に過ごしてきててすごいなと思うことが、なんかその元々の才能とかセンスがあったとしてもそれ以上に努力をして、なんかそのなんだろう、ここぐらいから裏に行ったんですよ、っていうのを見せずにこう実力としてこうパフォーマンスとかでいろんな方に見ていただくっていうものを作ってて、なんかレイちゃんってなんか努力してますっていうのを周りに見せずに自分ですごいしっかりお家とかでも練習して努力して、もう自分のものにしてパフォーマンスしてて、相方のアイニャがその私連絡取ってた時にそのレイちゃんが家でずっと練習してるんだよねっていうことを言ってて、なんかよくアイナと集まって練習してた、みんなもね練習してると思うけど、よくねお互いの家に行き来してたんです、黙々とずっと何回も何回も練習してるんだろうなっていう姿を思い浮かべると、いやすごいなって、すごい尊敬するし、本当に心許してるから、そばに、もう本当に尊敬しています。そこに部屋に招いてたとしても気にせず自分のことやれちゃうアイナの前では。あともう一つ、一緒によく練習してた、SNS の発信力も分かる、すごいなと思ってて、リール職人だしね、リール職人、リハルソールさ、あだ名つけるよね、2秒だったんですけど、で昨日もね生誕祭の後に撮ってくれて、おしゃれにね、そう、あ、ミハルにエアドロップするの毎回忘れる、生誕祭の日の動画、行動力がありますもん、あるよね、本当にそう、プライベートの話、この子は天才じゃ、本当に天才じゃん、これめっちゃ裏では爆笑しそうだった、はい、嬉しい気持ちとめっちゃあの子は天才の裏につぼっちゃって深くうなずきながら聞いて、嬉しい、可愛いハート、ありがとう、自覚済みなのかな、可愛いの、でもみんなの前だけだよ、一人になった時に、ね、可愛い自分なんて思わない、思ってたらやばいけど、はい、レニャー、ユナ、ユナか、ルアの、ね、表情が本当に上手なんだよ、この髪型めっちゃ似合ってない、あ、時間合わせるの忘れてた、ごめんなさい、嘘ですじゃなくて合わせましょう、普通に見ちゃった、自分だけで楽しんじゃった、じゃあ1時間9分、いや1時間1時間10分0行0行1時間10分05秒11005で、あんな努力したのに馴染むくれないのか、いきます、 3,2,1 はい、
私この時泣きそうだったんだよね。だから声震えてるんだよね。なんかミハの MC で感動しちゃって、もう曲がより染みちゃって、いいんだけどより染みて泣きそうになってた。すぐ落ち着いた。この曲やばいんですよ。いい曲すぎて、もう胸がねキューってなる。気張ってなきゃ普通に泣けちゃう。っていう言葉すごい最近好きなんだよね。頑張らなくていいよっていうみはるに言ってもらった言葉なんだけど、最近この歌詞にもある。私ほんと頑張らなきゃってさ思っちゃうじゃん、人間って。でもそんなに頑張るなって言われたらさ、なんか心がなんかすごい救われる。まあ、結局頑張らなきゃなんだけど、その言葉がいい言葉だなって思います。待って、ひまちゃん歌うまあって、公園でさあみたいな声使う人ひまちゃんだけなんだけど、私もやりたい。あってあってうんのうんのってやろう、次の公演。歌うまくて笑っちゃう。2番もいい曲。ちゃんと自分のことをさ、自分で受け入れてる、自分で現実をちゃんと受け入れてるっていう心が好き、この曲。え、無理無理無理、何何何これ、みんなとさ一緒にさ流してるんだからさ、そういうのやめて。なんか Wi-Fi の調子が悪いです。ほんとそういうのやめてえ、なになになに、なんか Wi-Fi の調子悪いんだけど、急にごめんなさい1分13秒13秒で止まってます。1分13分13秒で止まってます、今。え、待って、本当にいいって、そういうの。でもこれタブレットだから Wi-Fi なきゃ使えないんだよね。え、あんま止まることないんだけどな。え、戻るしかない、これ。はい、1分13秒。あ、はい、スタート。ごめん、みんな大丈夫？ちょっと多少のズレは、みんなこの曲にぴったり合わせられるでしょうか。ゲーム、みんなポーズいいねしてくれて。顔から合わせよ。ここはもう諦める。やばい、ひみちゃんの曲がめっちゃ。ラーメンしてるの気づいたよ。私このポーズみんな何してるか見たもん、DMM でラーメン部だったらね。私も一回ぐらい、ね、このポーズしてよかったんだよね、私の方が。皆さんお待ちください、セカオから合わせましょう。
漏れてます、今日の私。それでは、いきます。1時間14分42秒でお願いします。1時間14分42秒、114-42で。今日負け聞くと破壊神思い出す。なんで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 、ドラゴンボールの話。本当にいい歌詞だった。それではいきます。3、2、1、はい。あ、世界はどこまで青空なんだろう。あ、ここから地平の体に目を留めた。メカに映るマリナ、マリナカット。さっきルアは本当に可愛いんだよね。チカナさん、破壊神、チカナ破壊神って呼ばれてるの。この曲もいい曲、泣きそうになる、踊っててよく。私最近、あ、ここでミュート、ミュが帰ってくれて目合うのめっちゃ可愛い。スキーポイント、恋愛コールキュッと思って、やっちゃった、嬉しくて。ドームアーティストすぎる、やめて。めっちゃいいじゃん。めっちゃプロじゃん。世界史の時間様、めっちゃおもろ、あだ名。あ、ここ、ここめっちゃいい、楽しそう。いい顔してます。でも別に正解じゃなくてもこうやってやっていいよね。あ、こちらやった、逆だった、こちら。そしたらみんなコールしてくれるか。こことかさ、映ってると思うの、うん、え、ここめっちゃ好き。何がこうやってやってくれてるって言ってるし、世界への角度を DMM 映ると思って最近
こうすると顔が被るから最近この角度にしてるの。そしたらちゃんと映るようになった。イエーイ。普段からここが映ること多いから。はい、今日は負けでもいい世界はどこまで青空なのか2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もう今日終わる。れいちゃんどうですか、ここで今日の振り返り終わります。あと1曲で。めちゃくちゃ嬉しい、みんなが私を見てくれてるのが。メンバーもすごい、あるとことあるごとに目を合わせてニコってしてくれて、すごい本当に幸せな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。皆さん、ウェイビアーコールがね、本心で見てる皆さんもラブです。ありがとうございます。本当にレイニアコールもすごいし、本当になんか皆さんの願いも伝わってくるんですけど、やっぱり私はレイちゃん、どうしたどうした、前が前出てる、落ちるよ。レイちゃん、いやちょ、レイちゃんの顔見えないからさ、そう前出てきちゃったんだけど、みんな下がったよ。確かに本戦最後つむり川でマリちゃんが一番下がったじゃん今。いやまあ置いといて、レイちゃんやっぱ私楽屋も席隣で、なんか下のな最近気づいたんですけど、着替え場もレイちゃんと隣なんですよ。あ、ずっと隣なの。そう、ずっと隣で、もう本当に今日の髪型とかも今度頭にハートつけるやつ絶対一緒にやるのね。なんか並みがいっぱいいろんなね、もう勝ち誇った顔してる。え待って、この時から勝ち誇った顔してるのは知らなかった。まだ何も発言してないのに。私、レイちゃんとそういう2着も含あって、やっぱ、私の右に出るものいますか？あ、そういう話ね。この美は可愛すぎた。応援したくなる。だって、私、レイちゃんと研究生時代から一緒の中だもん。これの可愛いポイントは、なんかもっとこの後エピソードめっちゃ言ってくれるかと思ったら、すぐ引き下がったところ。公演もいっぱいやってきたもんね。私の右に出るものはいないでしょう。ほら可愛い、そこも可愛い。すごい、一言。目全部可愛い。後輩ところ、後輩ところ、後輩ちょっとここ出てくる。なんだよ、キモト言うな。キモト言うな、めっちゃ振って。私の妹が、大きい声で、私の妹が、断ることに、言葉なんていらない、ね、その通り。写真を撮って、待ち受けにしてます。ユーナじゃない、妹なの、うん、あ、ユーナ自分話しないから、アンナの話しようと思って、まだちゃんとファンの方の前でしたことなかったんですけど、そうだね、ちゃんと私のことを好きで、もうファンなんですよ。そう、すごいよね。天使かな、天使なのかな。わかる。似てる。これみんなが似てるって言ったけど、私わかんなくて。マスターの擬人化かもしれない。通り過ぎて、あの通り過ぎるとちょっと離れたところで、あ、可愛かった。可愛い。なんか聞こえるんですよ。そう、それぐらいガチでついてくれてて。わかる。自分の話しろよって思ったけど、めっちゃおもろい。あえてだと思いたい。他にないのか。ミュラとエピソードいっぱいあるはず。やっといいんですか？いいんですか？やっと来たか。あれ？何？めっちゃおもろかったこの並み。着替え場が隣？何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 ？これはいいやつ持ってるよ。いい話。私はね、もうユニット公演で約1年一緒に頑張ってきたんだよ。そうだね、当時やってた公演がすごいダンスが、ね、激しくて、もうハードな、ね、公演だったんだよね。でもずっとねリハーサルもいっぱい頑張って、公演もたくさんあったじゃん。たくさんあったね、ユニット公演時代ね。その間ずっと一緒にいたんだよね。ずっと一緒にいた、それが何ただ席が隣なだけ。マウント取られちゃ困りますよ。ただ席が隣やってるよ。いつかカホンステージで殴り合いするんじゃないかってさくらいの勢い。でもカホンのこのキャラのおかげでマジで MC が面白い。でもそうだよね、ハワイで一緒の、そう、うちのなんだよ。ちょっとレイちゃんの歌い方のあんな癖やこんな癖を私は熟知して、ちゃんとレイナさんの良さを引き出す能力は私は一番ね強いので、やばい、どうしよう。ひのちゃんのおかげっていうところはありますね。そうですよ、レイナさんの魅力をね全力で引き出す、やばい、私が本当に最高のアイデアだと思う。マッシーさんのことはみんな大さ、自分の一番見せてくれるアイドルいない。なんかの一番なんでさ、大丈夫だから。そう、姉ちゃんの中の一番隣になったことが、あ、まあ、そうですね、一番隣になった。一番楽屋で
隣になった人。確かに。うわー、あっさちょっと、やめてめっちゃおもろい。これ劇場より DMM で見る方が面白いかも。みんなのおかげで今の私がある、いるってことで、はい、みんなの日頃本当に一人じゃ生きていけないので、ね、私はみんなのおかげです。ありがとう。最高。ちなみにお風呂入ったことある人いる。いいいいいい、いるんだね。あ、見たんだね。はい。ちなみにこのお風呂入ったことある人でナナミが入ってこなかった理由は、ナナミは絶対にお風呂に入ってくれないんです。でもここのメンバーでノエンチで泊まりした時に、ナナミはお風呂を入ること恥ずかしがって、最新レベルで言うとマリちゃんの感じだね。ナナミが裸も見せてくれなかった。同期様がね、一番ですから。本当ですよ。みんな大好きで困ります。もっとレイちゃん、先輩が一緒にお風呂入ろうって言ってんのに、もっとね、頑張りたいと思います。いや、でも普通に嫌だよね、みんなのね、愛がね、そうだよ、伝わったと思うので。そうだね、ありがとう。それでよければこの MC はいいんです。今ほどの中じゃなかったから。大丈夫。まだ先輩後輩のちゃんと壁があって。あ、ここで抜かれてるよ。抜かれちゃうんだよ。うまい顔。もうね、映ってる、映ってる。でもこの二人のさ、顔見れなくなるのさ、めっちゃ悲しい。はい、皆さん、あっという間ですが、最後の曲となってしまいます。れいちゃんの可愛い顔を次の曲もいっぱい見てください。ということで続いての曲はこちらです。今ならいけるんじゃない。いや、ななみは絶対お風呂入んないと思う。ひのじゃないですか。うん、一期生もね結構いた。お風呂恥ずかしいメンバー。それでは続いての曲が最後になります。聴いてください。マックス時315号。私は全然恥ずかしくない。髪色の下りもしようかな。最後の曲です。皆さん大きなコールよろしくお願いします。この配信をご覧の皆さん、マックス落ちたり、めっちゃ感動した。いいな、コール。え、ここの最後のでさ、目合わせてんの、いつもカホと変顔してそれなかなの悲しい。ユーハーの時は変顔しないもん。変顔なんてしないんだけど、カホは割と変顔してくるメンバー。目合った時にステージ上で自分が変顔って気づいてるかわかんないけど、私の中では変顔してくるメンバー。ね、ルアめっちゃニャニャスポーズしてて可愛い。カホとシンメとか歌で多いんだよな。やっぱりこの日私のマイク大きくない？かわいい。まだ白い私。夏になったら黒くならないように気をつけます。絶対にちょっと焼けてしまうでも。
歌詞しか勝たん。だるま手紙ありがとう。ミサビ全部映ってる、やばい。わかる、なんか普通に見てたけど、普通にずっと映ってた。後ろ向いてる時もやっぱマリニャーが好きすぎるな。またやってほしい。私声でかいんだ、やっぱり。普通にシンプルに声でかくてすいません。歌い声になると声でかい。あれんやあれんやれんや、みんな聞いてるんや。コールし、今聴いても嬉しい。完全に覚えてる。1時間半なんですね。終わりました。本編もうアンコール見たいところなんですけど、これを明日の楽しみに撮っておきましょう。皆さん明日アンコールから見ます。ありがとうございます。全力で叫びました。嬉しい、いい公演、嬉しい。みんな思い出いっぱい声のセットリスト好きですか？僕ね、マックス16年じゃなかったからな。確かに明日なんです。明日まで待てない。明日の6時からとなっております。仕事抜け出してみます振り返り 2days 大好きだよ。イベントブロックもね、割と変わったばっかりで、即食べやってるけど。なんかアイテム毎回違った楽しさあります。え、嬉しい。でも MC がね少ないんですよ、この公演実は。でも1回の MC が全員 MC だから、私はその方がね好きかもしれない。今までの少人数 MC も良かったけど、全員で MC が2回もあるのめっちゃ今までなかったから、あんなにがっつりお題を作っての MC。 MC も好き。曲がずっと続いててMC が長い曲がバン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 って続いてるセットリストの好き。でもそう、セットリストいいよね。てか NGT の楽曲がいいよね。この太陽のコール良かった。え、本当にみんなの太陽レイニャー。でもイベントブロックはこれからまたね変わっていくので、春ももう終わるしみたいな感じだよね。でもね、終わるの寂しい。サクタベと春どこ、嬉しい。
改めて生誕祭ありがとうございました。 MC 面白いし、いや本当に MC 面白い。でもカホ卒業したらまた MC の雰囲気変わっていくのかな。なんかメンバーが卒業するために MC ってさ結構雰囲気変わっていく。もう夏だからね、夏どうなるかも。みんなこれからの思い出いっぱい声にも期待しててくださいっていう話もそうですけど、先生ゆうな生誕祭本編どうでしたか。やっぱコールがある生誕祭6年ぶりだったんですよ。なんかそんな感じはしない、6年ぶりな感じ。でもずっとそうできなかったからコロナがあったり、コロナ期間のね公演はそれはそれでめっちゃ楽しかったんだけど、ユニット公演が始まったのもコロナの期間だったからこそのユニットで、めっちゃいろんな曲やっていろんな経験できたけど、やっぱコールあるとね断然違いますね。やっとです。ね、マッシュのキャラいいキャラなのし、本当に大好き。あのキャラじゃないけどね、メンヘラカホちゃん。サクタベまだそう1ヶ月くらいしかやってないけど、春って新潟も一瞬で終わっちゃう。今日もう暑かった、半袖じゃなきゃ暑いぐらいだったからもう夏ほぼ。レイちゃんがずっと幸せそうな可愛かった。幸せだったよ。ね。そうだね。ファンの人側もコールアウトないのとで全然違うよね。でも思い出こういっぱい声比較的コールのめっちゃコール打つ曲みたいなのが少ない方だよね。公演にしては。でもだからこそイベントブロックのね。春どこサクタベめっちゃ声出せていいよね。6年前は桜の春部だったしレイニア声16年、そんな前なのか。6年前ってパーティーってことでしょ。やばい、長、そんなにもコールありの生誕祭ってなかった。いやでも生誕祭ですごいさ、自分が主役でいろいろなんか自分が主役のはずなのにすごい なんかね 変にねいつも緊張しちゃって、楽しみな気持ちよりも緊張がねいつも勝ってしまうんですけど、でもやっぱり始まったらレニアコール、大きいレニアコール嬉しすぎて本当に緊張が楽しさに変わって本当に嬉しかった。コールやっぱコールあると全然違うわ。緊張してたファンの皆さんも、もう一回5月19日したいね、わかる。しかも誕生日から1ヶ月ちょうど1ヶ月後だった、4月19日だから。そうですね、スピーチは明日見る。えスピーチ見る、やだ、いいよ見よう、恥ずかしいけど見る。スピーチ明日アンコール明け全部見る。そう、生誕ブロックだけはちゃんと見れてない、曲とかは全部見たんだけど、明日また半分振り返ります。皆さんぜひ生誕祭だけに限らずこれからもレニアコールしに劇場来てくれたら嬉しいです。劇場来た時にレニアコール、大きなレニアコールをぜひ恥ずかしがらずにしてくれたら嬉しいです。
ビンゴ大会は見なくていいか。ちょっとそうだよね、見てても結果も分かってるし、おーあーしか言えないもんね。まあ明日になって考えます。ビンゴ知ってる間にトークでつなぐかもしれないし、分からんけど。バラありがとう。そう、センターブロックも変わったんだよね、みはるの生誕祭から。来週ももうスイスの生誕祭があって、生誕祭祭りです。今月は真似しか行けない分、行けた時はたくさんコールしてありがとう。そう、女の子もねコールなかなか恥ずかしいよねきっと。でも恥ずかしがらず大きい声出したら意外と楽しめると思うので、より劇場は声を出す場所、外であんなに大きな声って出せないじゃん、出したらさ変質者になっちゃうじゃん。でも劇場は外で出せない大きな声を出せるんですよ。もう日頃の溜まったものを全て劇場で吐き出すっていう、楽しんで最高の場所です。ビンゴの紙取ってあるからもう一回楽しみ。え、ちょっともう一回やっても結果変わらなくない？コール楽しすぎた。工場もめっちゃ、工場のめっちゃ良かったの。明日工場からスタートしよう。NCT 劇で水分補給できるようになって、え、水分補給できないのって実際めっちゃ辛くないですか？2時間半だったでしょ、ほぼ3時間だった。え、映画館でも水飲むもんね。生誕祭祭り、祭り祭り、推しの絵も出てきるしストレスの朝にもなる。一番慣れてしまえば恥ずかしくなくなる。だってよ。いや工場めっちゃ良かったの、女の子の工場。え、全員全部声で誰が言ってるか全部分かりました。人一行ずつ何行かずつ言ってくれてるやつ。そんな話も明日します。他の劇場できる、確かにそれ結構きついかもしれないね、言ってみる。サインボール、いやサインボール、サインボールもちょっとハプニングだったな。あれカゴ食べちゃったよ、カゴを一人で食べちゃったよ、桜みんなで食べれなかった。明日ね楽しみ。あれマジ面白くて私巻き戻してみちゃった。クマありがとう。5個投げるのがね、みはるの生誕祭で思いついて、生誕メンバー主役投げるの5個投げるのいいじゃんって思ってやってみたはいいものの、普通に時間が足りなかった、焦っちゃって。あれはでも戻すのは無理だったよね。確かに曲終わりに笑われることなかなかないわ。カメラしっかり捉えてたしな。主役だからそれ映すしかないよね、いくらかご食べてようが。
面白かった。9時にぐらいに終わろうかなって思ってたんだけど、意外と早く見終わった。全部食べてしまおう、大切な記憶も誰にも言わないよ、私たちの秘密。ゆっくり飲み込んでキスチュ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 のチュ、君だけに。じゃあ分かる、間違えて芦田愛菜ちゃん歌っちゃった。あとちょっと時間があるから生誕祭の振り返りも、まあ明日もするから、残りの時間は何しようかな。なんかお腹空いてきた。ホッカッチャとグラタン食べたけど、ご飯じゃないとさ、カロリーはあるのにさ、お腹にたまらないってさ、罪だよね。そんなお腹、めっちゃお腹空いたわけじゃないけど、でも今日お昼食べて、最近お昼食べないんだよね。朝食べてビンゴ大会歌おっかな。朝さっき会えたんだ、初めてお家でフライパンで焦げちゃった、張り付いちゃった、アリムホイルでやったら。でももう一房なんていうの、もう一匹鮭あるから、明日の朝再挑戦しようかな。専用のシートがあるらしいけど、専用のシートはないけど、明日もちょっとチャレンジしてみたい。アルミホイルで焦げないように、お米炊かなきゃ。予約、最近予約炊飯を覚えた。やっと予約炊飯ってさ、予約して水溜めてる間にさ、水を吸ってしまうのがさ、なんかいい気がしなくて、あんま使ってなかったんだけど、この前夜寝る前に予約して、朝に設定して炊飯してみたら朝めっちゃ楽で、これは活用するしかないと思って。予約炊飯めっちゃ便利。今までなんで使ってこなかったんだ。吸ってていいのか、なんかそっか、吸ってた方がもちもちなのか、吸いすぎてもなんか水分なくなっちゃうのかなって思うだけど、そんなことない。さっき魚用のクッキングシートあるってチャットでめっちゃ返信来て、それ買おうって思いました。でも明日はないから、明日頑張ってみる。今日と同じやり方でアルミホイルをくしゃくしゃってして、その上に伸ばすといいらしい。君だけに、せーの、チュチュチュ。じゃああと15分ぐらいカラオケして終わりたいと思います。昨日のレッスンでめっちゃ筋肉痛だった。みんな、OK、盛り上げる準備できてますか？イエーイ。そう、先生の基礎レッスンみたいなのでめっちゃ筋肉痛になった。内ももが、みんな教えてたけど、私は内ももが痛い。ちゅ、かわいくてごめん。
か、友達の居場所も入ってるんだ。何歌うか。何歌おうか。携帯で操作するのあんまないから。めっちゃちっちゃい。ラブ修行とかいいな。それでは聞いてください。
占いをしてみたり、皆さんたくさんありがとうございます。コールギフトも盛り上げてくれてありがとうございます。今曲を見てた。何がいいかな。スカートをウエストで、和製クレジスタンスやりたい。どこかで携帯の着メロなって、誰かから遊びの誘い、じゃあ最後盛り上がる曲で。あ、下の名いいね。やっぱやめた。下の名にしよう。迷ってたから。泣きベスは入ってないんですよ。ピエン。
ことを一緒に乗り越えた。少しずつお互いを理解して話し始めた。未来のこととかチームのことね、友達になれたのはいつだろう。突然じゃなく土から芽生えるように、ゆっくりと優しさに照らされて、笑顔名曲、間違いない。ありがとうございます。めちゃくちゃいい曲。いや、下の名もね、リクワーでランクインさせてもらった、いただいた曲で、最近トイロでねずっとやってたんだけど、トイロが卒業が続いてから久しく正規メンバーってか、私はオリメンでは披露してない。いつだろう次披露できるの。泣ける曲、本当にぴったりすぎて何度見ても泣ける。わかる、リクワ思い出す。はい、ありがとうございます。明日もあるので今日はこれで終わりにして、明日18時からここでまた生誕振り返りの後編振り返りしましょう。スクショタイム。リップ塗りたい。
ラガ。どうしたらこんなにカミツヤちゃんのサラサラなの。これはノイピーおすすめのシャンプーを使ってからマジで髪質が変わりました。これは本当に本当にびっくりしている。もうすぐそのシャンプーがなくなりそうで怖い。マジでやばい。あのシャンプー、あとオージャーのねヘアオイルをつけています。それなりにいいものを使っている。最近はでもね、触るとめっちゃ傷んでるんだよこれ。私は美容師さんに言うけど見た目に出ないだけで触るとめっちゃ痛んでます。美容師さんにも毎回ね鈍い顔される。節が通らなくてキッ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 って。でも見た目に出ないだけよかった。ということで23ラストスクショ、いやいや、ありがとうございます。ありがとう。じゃあランキング読みます。トリートメント3つ使ってるのパスパさん3つって逆に使いすぎなんじゃない、洗いすぎとか。じゃあ13位から読みます。13位、ひまりちゃん。12位、ぬっくん。11位、ジョンさん。10位、りっくん。9位、からしさん。8位、ミスターさん。7位、おがっちさん。6位、せいじれいなさんがとても心配ですさん。5位、しゅうちゃん。4位いつかの少年さん。3位まゆちゃん。2位かずひろさん。1位赤シャチさん。ありがとうございます。ということで明日も18時にお会いしましょう。一緒に振り返り配信楽しかった。ありがとうございます。ありがとね、ありがとうございました。みんな明日も頑張ろうね。どうやって終わるんだっけ、あ、これ、これ後ろ。ありがとうございました。